長篠の戦いにより武田の勢いは失われたが、上杉謙信の部位は未だ健在であった。謙信を牽制し動きを封じておきたい信長は、旧朝倉領の越前から北陸方面への進軍を命じる。その総大将に任じられたのは、蟄居を解かれて以降黙々と武働きに励んできた柴田勝家だった。手取川の戦い。失礼。息災ですかな、姫。いや、今日は庭の林道がよく咲きましてね。姫、そろそろ顔を上げてはいかがです。いつまでも塞ぎ込んでちゃ体に毒かと。長政さんも助けられなかった私が許されるわけにはいかないの。何度尋ねてもそればかりですがね。俺たちは生かされて今ここにいるんですよ。蟄居も解かれたことですし、いい加減前を向かないと死んだ長政殿も浮かばれないんじゃないですかね。すみません、言葉が過ぎました。ですが俺の考えは変わりません。俺はこれから上杉との戦に臨みます。姫もどうか勝利を祈っておいてください。待って、勝家。このままじゃ私はまた。任務開始だ。甲賀一の連携見せようぜ。したよ、権六殿。いつになく気張った面して。さては久々の戦で武者震いしてんのか。あのな、年家、俺がそんな球に見えるか。心配はいらねえぞ。なんてったって俺がいるからな。ドーンと構えてくれよ、権六殿。ああ気遣い痛みいる。なあ半兵衛、お前は今回の上杉攻めをどう見るよ。正直順風満帆とはいかないだろうね。このところの進行は少し性急な気がするよ。だな、それが信長様の狙いなんだろうが、杞憂に終わればいいんだがな。
案の定上杉の夫人は盤石のようだ。さてどう崩すかね。南北からの進軍はどうです、柴田の旦那。うまくいくとは限りませんが。じゃあお前は南を進め、俺は北だ。手始めに近くの砦を攻略するか。それ式の兵数ではこの砦は落とせぬわ。主力を率いる権六殿と秀吉は守らねえとな。おっと、本陣を守る長秀殿もだな。任せろ。不浄なる織田の進軍、到底看過できぬ。我ら上杉が残らず払ってくれる。ではなかったか。よし、本陣に近い砦を奪えたな。これでいくらか戦いやすくなんだろう。宝庫の憂いは立てた。これより前線の援護に回ろう。ここが分かった。我ら一衆が相手とならん。どうしたよ。くぜー、けや、うや、うや、全力。は一騎衆の力を借りていたみたいだ。先手を打ててよかった。そうだ、奪った砦に味方を呼び込もう。優位な状況を今のうちに作らないとね。するか。ならば撃つ。
鬱陶しい奴らだ。力及ばずか。見事、さらに精進せよ。ほらよ。次だ。次だ。
ている奴は恩人を守れ。
時は満ちた。皆の者、突出した織田勢を包囲するのだ。おいおい、待ち伏せかよ。さすが悪いな。一旦交代しねえと。手に集めておいた兵が火星に来たか。これで少しはしのげるといいんだが。さっさと進軍と行きたいところだが、本陣の様子が気がかりだな。よーく聞け。俺の技こそ天下無双だ。蜂の巣だ。織田の連携は立てたか。ならば行くぞ。勝利を上杉の手に。開門。あいつらが増援を手配しているのか。残らず倒して、ついでに砦もいただくかね。なんとか交代できたが、連携が取れないオイラたちに今できることは。ほら、オイラはここだ。追ってこい。これで旦那らの負担が減りゃいいが。大丈夫、これが僕たちに取れる最善だよ。秀吉の思いきっと伝わると信じよう。秀吉様が撤退しちまった。一体どうすれば。秀吉が引いただと。あいつのことだ。ただでやられるとは思えないが、今は秀吉の分まで俺たちが振るわねえとな。辛くくれよお前ら。俺は過ぎたことは振り返らねえ。ただ秀吉の分まで決まるだけだ。もはや勝利をつかんだも同然か。行け、上杉の聖堂にて織田を払うのだ。開門。どうしたよ。この戦、我らの清き勝利は約束されている。無駄なあがきはよせ。畜生、ジェルがどうにも。二度生かされた命、まだ知らせねえのによ。ではいただくぞ。さて、ここからどうやって巻き返すか。開門。ようやく増援を止められたか。これで少しは前に進めそうだ。味方が織田を引きつけている今が山道を抜け奇襲をかける好機であろう。開門。
急げ。に変えてもだ。こんなに劣勢だなんて、勝家は無事なの？姫が援軍に。任せろ。どうにかお守りしたいが、今俺が前線から離れるわけには。敗北条件変更。敵本陣を脅かして奴らを引かせるか。姫も安全、勝利にも近づく。一石二鳥だろう。おだめ、存外頼る。増援を送れ。開門。あの砦を抜ければ敵本陣の近くになる。どうれ、奪わせてもらおうか。急ぎ織田の増援を叩くのだ。本体と連携させてはならぬ。承知。あれあれ、奇襲を受けたらどうなってたか。織田の手勢か、軽くひねってやれ。来てくれたのね、ありがとう。一緒に上杉を追い返そう。奴らだ。悔しいが、ここまでか。見事、さらに精進せよ。なんとか倒せたみたい。この調子で私も歩み続けよう。敵将仕留め、かなう相手ではなかったか。任せろ。突出とは青いの。くぜエロン、全力もんよ。
耐えきれん。引かせてもらう。美月、張り切りすぎてこけんなよ。人を脅かすから、奴らがこっちに兵を割いてくれりゃ、こう打つよ。開門！おだめ、北の砦から攻め入るか。急ぎ兵を戻し、奴らを打ち払わねばな。開門！ポチエはもう大丈夫みたいね。じゃあ、今から私も前線に加わるよ。ほらよ、天下無双、悪くねえ響きだ。このまま敵の本陣へ向かいたいけど、手前の砦を攻略しておこうかな。なかなかあがくではないか。その執念を称し、私自ら払ってやろう。くぜー、けやー、はー、けやー。
もんよ。耐えきれ、引かせてもらう。蹴りをつけ。蜂の下。ゾウ様の。蜂の巣だ。織田の一念、この目にしかと焼き付けた。この剣心の膝を折らせようとはな。一心報いはしたが、ここいらが限界かもな。全軍退却だ。奮戦に免じて深追いはせん。次にまみえし時こそ我が聖堂にて払おう。上杉は追い打っては来ないようだな。チャック。勝家、ごめんなさい。勝手な援軍に来て迷惑をかけて。私、いえいえ、お助けくださりありがとうございます姫。しかし、なんでまた援軍に？あの時、私の元を去る勝家が織田二条で全部背負って散ろうとする長政様に重なったの。もうあんな悲しい思いは二度としたくない。そう思ったらいても立ってもいられなくて、つい。姫、あの時そんなこと。あんな大見え切っといてつくづく面目ねえな俺。ありがとう勝家、あなたの言葉で目が覚めたよ。もうあんな風に塞ぎ込んだりしない。これからも私は自分を信じて戦い続けてみせる。長政様や勝家みたいにね。その息ですよ姫。俺もこの槍守る者がため震うと誓います。